お察しの通りチェリーホルムズから取ったしょうもないバンド名でございまして、我々はですねチェリーホルムズの曲を3曲カバーするという感じでお届けしたいと思います。はい、これちなみに予定通り進んでるんですか？今9時45分15分じゃないか。どうなの？押してる？巻いてる？わかんない、よくわかんない。巻いてる巻いてる巻いてるってことはこうね、ダラダラやっていい、ダラダラやっていい。待って、こんなに曲がいいですね。つまりだって、あの1曲3分やってから7分で MC するっていうことがいい。そんなに、きねえや、まあ、お前喋ってくれるってこと。はい、どうしよう、じゃあ後でね、メンバー紹介とかしちゃっていいですか？まあ、そういうの後でいいです。はい、それも使って、まだ余ってて、もう炊き直せやつ。みんな飲んでますか？飲んでます。お酒炊いてますか？炊いてます。みんな飲んでますか？いいね、飲んでる。このいい雰囲気をぶち壊すような暗い曲をやりたいと思います。準備よろしい。じゃあちょっとニッチな会話でいきますけど、チェリーホルムズのアルバムでいうと4つ目ってなんだっけ？あ、聞いてない。4つ目タイトルなんだっけ？覚えてる人いる？はい、よろしくお願いします。4つ目のアルバムの最新曲、メリットとエブリという曲をお届けしたいと思います。準備よろしいですか？準備よろしい。行くわよ。あ、同期の方。
はい、ありがとうございました。ウェニツノートという、ウェニツノートエブリデイ。まあまあそういう曲をやりました。はい、このバンドですね、美咲ちゃんとアヤネル、バイオリンのアヤネルがセリフォルでやりたいっていう話に駆けつけた俺が3人で、メンバーを集め結成したバンドとなっております、本日はチェリーホルムの曲を3曲お届けしていきたいと思います。美咲ちゃんはですね、多分まあ東北大王ならご存知、フェスによく来る子なら、よく知っているこの東北大の2年目代表する歌姫、今何だっけ、精神を放火っていう、あれは違うよ、まさに絶賛活躍中のハニーデュース、今日の鳥のバンドですね、今日を締めくくってくれるバンドのハニーデュースのボーカルを務めるお客さんにフィルフォームで歌っていただくという最高の企画です。はい、そんな感じで、残りの企画を発表していきたいと思います。まあ、軽く自己紹介って俺でもらえた、僕とあのベースの大原くんが北大から来ました、6年目と3年目で、マンドリンと番長が明大の4と 2だね、2のキャンプ、そして、後ろがアイデル、アイデル3年目、アイデル今日何個目、4つ目、凄まじい出演番です。出演番組数4を超える人いますか？いる？いない？まれに5出てる。なんかジャッキーとかめっちゃ出てそうなイメージある。まあ縁も竹縄ということで、ね、まだまだ、ステージは続いていきますが、いいね、出たけど楽しいね。あ、お前も知ってる、それまだ私事なんですが、私ついにですね、今年で自他別6年連続、参加ということで、はい、ありがとうございます。ちゃんとあの毎年、ちゃんとすごい失礼だけど、毎年開催してくれた東北大の皆さんに感謝申し上げるというふうに、なんかその年を経るごとに多大の参加者がどんどん増えて、なんか最近すごいよ、びっくりするよね、酒足りない。でも仙台は牛タンがうまいっていう、あとこのね、学生が集まるっていう、いやなんかちょっとさっき思ったんですけど、この下手な地方フェスよりよっぽど人集まってるんじゃないかっていうくらい、このすごい人集まってるんで、すごい楽しみだと思うんで、これからもどんどん続けていけないと思います。あ、じゃあぼちぼち次の曲いきたいと思います。次はですね、またこれ4つ目のマヨコーカンのバンドでのチリホルムズというアルバムからちょっとかっこいい曲を届けたいと思います。ホルムズの今日Shadows in the valley, can't see another day. Lord told me the valley's nowhere I would stay to stay. Climb, yes I climb to the top of the hill. Below me was a different view, and I felt so good. My fear tried to knock me down.
ちなみにこの後ってなんかバンド順の違いとかあります？違いとかあります？なんかバンド順変更したりとか特にない、特になさそう、あんまなさそうです。じゃあこの後もあの順番に行くんで次のバンドの方は準備よろしくお願いします。でも大丈夫そう、大丈夫そう。今年のですね、これじゃねえ、去年2016年の夏にフェスが北海道で開かれようとしたんですけど、今年はあいなく台風で中止になりますので、せっかく来てくださった明大東北大学で、たくさんの大学の方々にフェスに参加することなく結構観光で観光だけしたいという手伝いというのがあったんですけど、その時ですね、たくさん打ち上げで大いに盛り上がりました。まあ、フェスがなくても楽しめるようになるので、でも今日はみんなフェスちゃんと開催されてみんな飲みまくって今が一番楽しい時間で、このね9時半、まだ9時半、まだ9時半、日付が変わりそうもないし、お酒も尽きてないし、いやお店されないぐらいがちょうどいい、一番それいい。はい、じゃあ、そんなこんなで僕らじゃあ次の曲で最後にさせていただきますと、なんで、そちらの方もこういうことですね。はい、それで終わります。最後はですね、めちゃかっこいい曲で終わっていただきます。なんか最後なんか喋ってみたかった、組んでくださってありがとうございます。ああ、いえいえ、こちらこそ。だから割と印象はいい。